千葉大学医学部本環球生千葉医科大学は1923年4月に設立された旧制管理大学。略称は千葉医大。本校は旧制第一高等学校医学部、旧千葉医学専門学校などの全身諸校を含めて記述する。管理第一高等中学校への医学部設置にあたっては東日本各地で 誘致運動が繰り広げられた。中でも有力視されていたのは名古屋であったが、千葉医学校、長尾聖一校長、千葉県、船越守知事の熱心な誘致活動により、第一高等中学校医学部の千葉への設置が決定した。旧薬学科校舎の屋根飾り千葉医科大学本館1890年、第一高等中学校医学部時代に、現在の井の花地区に移転して、 以来、同地を使用し続け、更新の新生千葉大学医学部に引き継がれている。付属薬学専門部の後ろ身、新生千葉大学薬学部は1966年に、現在の西千葉キャンパスに移転した。薬学部跡地には1978年に、新付属病院が竣工し、旧付属病院本館は1980年から、医学部本館となって、現在に至っている。 千葉大学医学部附属病院看護部トピックス2011年2011年11月22日記事2012年4月22日閲覧千葉大学医学部外教3ページ参照2011年11月10日閲覧千葉大学医学部外教4ページ参照2011年11月10日閲覧千葉大学新筋医学研究センターの J グローバル情報、遠隔、2011年11月10日閲覧、官報第3200号、大正12年4月4日。ありがとうございます。